ございます。コーデーズキです。さあ始まりましたコーデーズキのサンキューチャレンジ。この番組は私コーデーズキとゲストの方で協力していろいろなミッションに挑戦していく番組でございます。ミッション達成で1ポイント3ポイント貯めれば番組オリジナルグッズを作って皆さんにプレゼントできるという番組でございます。今回はキコーナーとつか店様からお届けしたいと思います。気になるゲストの方誰ですかね。わかんないですけどもまだいいと思います。紹介しなくてね。いや今日は天気がよく、いやいいゴールデンウィーク日和といいますか、まあパチンコ日和でもありますね。楽しく実践できたらなと思うんですけども、そうそうこの前食べたドラえきめちゃくちゃ、ちょっと長いよ。もういい、もういい、もういいえなんかちょっとうんうんうんとか言ったけど、もうほんとどうでもいい話めっちゃすると思って、どうもまゆみです。出たバカにしてんだよな。リスペクト、あり、はい、インスプレイヤー。どうも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 、たまた来ました、はい、ちょっとやめてくれる。え、何が。前回の見たけど。見た見たよ、私2回ぐらい。え、みや見てるかなとか、なんかこうやってするんやでとか、響、うん、にもなんかドヤ顔でさ、なんかもう顔面越しに腹立たしい。もうもうつい昨日配信されましたけども、はい、つい昨日見ました。なんかさ、私その前さ、うん、私ゼロやってるじゃん、ゼロをね。ゼロねやってさ、うん、であんな動画見せられてさ、うん、今日じゃん。そうだよ、やらないわけない。なんでしょうね、本当になんでしょうね、うん、やらないわけない。でも、うん、今日褒められに来たから。あ、本当に。じゃあミッション聞きたい。聞きたい。あ、聞く聞く。ミッションね、うん、一撃3万発です。どう、やれる気しかしないでしょ。どう、ちょっと待って聞き間違いじゃないよね。うん、あのね、何回も台本読んだけど、ね、何回もあのちゃんと確認もした。一撃3万発でって。はい、え、本当に本当に。え、もう一回大丈夫、台本見直すって。リアリメイビー。いや、メイビー違うメイビー違う、バカバレるから本当にこんなことで漫談してる場合じゃないの。打つ時間大事だから。とりあえず何かのミドルに座りたいと思いますので、はい、どうぞ本日も最後までご覧いただければと思います。行ってきます。いや、もうだって持ってるもんポップ持ってるもんはい、行きます。いない、大丈夫そう。いない、いない。こちらです、裏サンキューミッション。シューマイ、シューマイ感謝日遊興。むずっ何日遊興って、なんかすごく、何、え？え、むずっ。わかりました、3つとも全部ってことですよね。いいでしょう、やったりましょう。それでは、はい、決まりました。はい、何に座りましたか。とある魔術のインテック。はい、いきます。はい、ではスペックを、はい、ご紹介します。はい、大当たり確率は 319.6 分の1です。はい、 ST タイプ154回の ST なんですけども、はい、当たれば必ず突入します。それがでかい。そう、あ、でもこの前、いきなり赤、ごめん話してるところで。失敗、レベル6シフト。マジ、ちょっと黙ってもらって。あ、ごめんごめんね。今日あれ、そっちの日、こっちの日かな。あ、あれ言った方がいい。サンキューサンキュー。ここで金塊取るみたいな、かっこいいパターンでしょ。え、何も来ない。いや、ある、なんなん。いや、待とう、よそ見しない。あ、あ、消えんの早っちょっと私何回言ったかあれだけど、ちょっとりあえずさっき言ったサンキューはもう返してもらえない。ゼロで楽しくない、もう。なんかね、うん、ちょっと正直言って今ちょっと楽しくない。あ、嘘、私もこのあれ外した状態抱っこしてみたい。これここに腕枕してほしい、こうやって。いや首凝るよ知ってた？幻想って書いて地震って読んでるよいっぱいあるよそういう系限界突破でリミットブレイクで。あー確かに、私なんか宇宙で空で止まってるからさ宇宙空いや
役に売るで何役に売るで役に売る、うん、待ってね、焼きに売る、焼き灰絶対食べたことあるよ、焼き灰、焼く灰焼く灰違います、食べたことある、絶対食べたことある、焼く、でもカタカナで書くことが多いから、メンチカツ包んでたわ、肉包んでるわ、しかも焼いてる、違うんだよな、あのね、系統的には、餃子に近い、餃子に近い、餃子に近い、もう餃子の友達、あ、なんか乗ってるやつだよね、あ、そうそうそう、そこだ、なんだっけあれ、あの食べ物、ちょっと待って、小籠包小籠包乗ってるっけ、小籠包は惜しいよ、いいよ、いいよ、近い、近い、近い、役に売るじゃない、それはでも、あ、そっか、見るか、小さくて竜を包むだから、小籠包、あ、分かった、当たる、いい、いいよ、いいよ、シューマイ、正解、書いたことない、そんな感じえ、ね、何の話からさ、うん、シューマイの話になったんだっけ、え、宇宙と書いて空よ、あ、そっかあれ、なんかご飯の話してたっけ前回のコメントにあったよ、私嬉しくなっちゃった、まゆみちゃんのことも見せないであげてねって本当、2人して本当、2人してさ、じゃあ今日見せるんですか、見せる見せる、まあ、でもやっぱさ、前回ので、うん、ありがとうは大事だっていうのを学んでるからさ、こっちも、そうね、あれはなんか測ったようなタイミングすぎてなんかすげえ技術使ってなんか編集してうまいこと作ってる疑惑声とね、そう声と映像を変えて、あ、本気だったら多分できるじゃん、きっといやでもね、いやマジでやるよあいつ、いやすごい、あの子本当にすごかったよ、びっくりしちゃった、引き強いよね、そうなんだよね、だから今日も感謝を伝えていこうと思う、うん、いや感謝、感謝出すの早かったな、私もうちょっと待った、そうだよ、うん、あれはね、ちょっと安売りしすぎ、ほんと最後まで気づかれず、うん、気づいてなかったっぽい、あ、あの、先読み、123、あの、なんて言ったらいい、何色、青、すいません、青か、あ、赤じゃない、テリーだか、お、お、ちょっと待って、ゴール。この話題が始まる。インデックス。いや、金じゃん。取る。あ、おめでとう。ありが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 とうじゃない。もうありがとう。あ、あった。ありがとう、ありがとう。なんだなんだ。醤油は OK ですか？よし。叫ぶ用意しとこう。あ、海苔？今日忘れてたけど。乗る？どっち？海苔？今決めて。早く決めて。え、乗ろ。返すはこの間の借りをいや、いけるでしょ、いや、ぶち壊すよ、うん、ピンで準備はいい、行くわよ、信じようよ何を私を信じる根拠を、何また、先読み来てるよ、え、強くない、なんでそんな出てくるガン、ほら、いや、もう当てよう、うん、当てる、あ、激アツ、いきなり激アツカットイン、おめでとうございます、はい、ありがとうございます、よかったノリで、はい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 、はい、みんな足りないよ、拍手、カメラマン、カメラマン拍手、ノリでいい、ノリでいいな、ノリでしょ、え、ノリでいいな、ノリじゃなくなってたの、いいの、ノリで、ありがとう、いや、もう次こそよ、次こそ、はい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 、もう激アツ作品の時点で当たりです、レベル、でもここの何が見れるかって超大事じゃん、まあまあそう、任してよ、一撃三万発だからね、いやちょっと待って、頼むよ、ね、待って待って待って、えさ、全体にスタートラインに立てるのよくない、まあそうだね、そう、はい、ナイス、あ、風、えらい、おイエーイ、あ、カメラ
最初保留間に合わないのよ。おめでとう、素晴らしい10ラウンドいただきました。耳だけで幸せ行っちゃうかと思った。朝からやめてくださいよ、そんな。本当私響さんじゃございませんから。本当続けるからお願いね。茶でも飲んだか。またイメージ。いいよいいよ。いやでもいいよね、ここで当たるのはマジでありがて。でもリミットブレイクチャンス、こんなしょっぱな味で来た時は流れがいい、間違いない。ダメな時本当に一回もここで刺さらないから。キーって急だめしたからね。重いわ。あ、待って待って、キーだと今熱い展開が待ってます。嘘、インフォメーションがキー。ほらキー、はい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 、あらあらあら、カマンでギャベリーンですよ、ギャベリーン。ほらおー、あー、あー、赤フラグリーチには、あー、金じゃん。あー、ナイス、ダッ、当たり当たり、いけいけ、下がって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 、あー、ナイスも、やだやだ、もう4ラウンドだ。つぼみある、またこれができる。いいね、もうイメトレは完璧だから。おーい、おー、すっごい、うまいね。うまいっしょ。うまいんだよ実は。うまい、知ってた？いや知らんかった。え、嘘、うん、何年来の付き合い知らんかったテイダーン。もうあの西川貴教か私かぐらい。あー、なるほどね。10ラウンドおめでとう。あざっ、ナイス10ラウンド。もう過去方便の人たちをギャスンと言わせよせやね。ナイス。もうこの動画多分、うん、ギャフン、全然ありがとう。どういたしまして、うん、3、2、1、もう諦めない、ラスト D、とりあえず5、2、9、5、7勝。いやーいですね、惜しい、はい、はいはい、はい、今の割れていけば5000だったでしょ。うん、5000、今5000で3万までは、あと今の何回やればいいってことです。5000が2回で1万、はい、6回、だいたい6回。そうだね、そうそうそう、当てる、6回、うん、当てる。ここまでできた。そう、これを6回しろってことだから、うん、6、7、52。笑かさないで、真剣にやってもらしい。七五三十七六。待って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 、はい、なんでするそれも七五三十七六。待って待って、時計つけてるでしょ。時計つけてる。7のとこいくつ。35。あ、そういうこと。え、そう覚えなかった時計。え、覚えてない。嘘でしょ。え、もう丸暗記だもん。え、まあ、ゴロさんって時計で覚えなかった。え、覚えてない。え、そんなシステム知らない。何、どういうこと。嘘でしょ。待って、これ多分あれなんだっけ、カルチャーショック本当。いやいや、カルチャーでも何でもないから。いや、びっくり。果たして心臓止まるかと思った今そんなに。あ、そういうことなんだ。7535まで行けたね。あ、35まで行ったってこと、うん、今行けました。7535、はい、7644。あ、分かった。あ、あ、クラウドツリー。いいよ、使いなさい、もう何でも何でも。35の次だから、うん、7立てばいいから。そうよ、ほんとそう。
なんでそれ42。そう、やっと出た。え、42連え、それも合ってるあ、そうだ、そういう話からスタートしたごめんごめん、長かった。でもね、7の段って結構ハードル高かったのよ。あ、高かった、でしょ。確かに確かに、5まで、5まではいけるんです、うん、7、8が結構ね、ネックだったよね。うん、だったはず。9はもうさ、1個ずつ減っていくだけじゃん。何の話9はさ、1個増えて1個減っていくだけだからさ、イージーだよねっていう話よ。何から1個減るの10の位は1個増えて、うん、1の位は1個減らすだけだから、そっからは。え、9の段ラスボスだよ。なんで18の次は1個増やして1個減らすから27でしょ。その次1個増やして1個減らすから36でしょ。え、あ、そういうこと。え、そうだね、9で、え、2と7、うん、3と6、おお、そうそうそう、4と5、うん、え、こういう、そうそうそう、原理なの。そう、だって知ってんの、知ってる。だっていや、なんでさ、30過ぎた人たちは聞くの話なんで聞くの話ほら、今日はあの一周回ってか、うん、お勉強会でね、最初漢字テストから始まりあ、すごい。なんで今まで教えてくれなかったの。もう8年ぐらいの付き合いになるわいや、クク知ってると思うじゃん。でもククの話したことなかったからさ私もう200万合わせてるけど、続行で大丈夫そう。え、続行でいい。うん、続行でいいよ。いいよ、これ以上行くと私 U タイムまでやめなくなるけど。だって入れば、まあそうね。もうあとあれ、隣のバカボン行くかで。あー、バカボン最高。そんな出たことないからな。そうね、バカ族が本当に早すぎてさ、うん、そうそう、すぐ終わっちゃう。まあ、エヴァもね、ノリに乗ればね、ノリに乗っちゃうもんね。まあ、でもエヴァも最高2万6000とかだったかな。あ、3万は超えたことないの。いや、結構、なんだろう、うん、赤文字、うん、赤文字、赤文字、赤文字。え、7なんだけど、7点なんだけど。え、え、嘘シレット当たった。何そのシレット盛り上がりもなく7点なんだけど。やば、プチューン全回転やばなんかやば、不思議な引き使ったんな。ほんと、あ、前回転初めて見た。私も初めて見た。こんだけ打ってるけど誰選び。私はもうパト。ドキドキしちゃうじゃん。ドキドキしたいじゃん、心臓に悪いじゃん。だからいいじゃん。いいの、命縮めていこうよ。ほんとね。2、1、ラスト。先輩、あ、立ち前、立ち前、止まち前、止まち前。あ、わかる、わかる、ある、ある、ある。ありがとうございます。そんなことある。ありがとうございます。すごい、ザンホリューで当たったから吸引意味なかったいや、ほんとそれパッと関係ねえ。リーチなんないの。なんない。あ、吸引、吸引。あ、言った、聞こえた。数
外れてないかな、10ラウンド欲しいな、外れないかな、うーん、イエーイ、震えてるぜ、あ、やった10ラウンドイエス、お上手です、ありがとうございます、頼む、あー、こんなん、あー、やった、やった、やったスフィンクス君、あー、よし、うまい、天才、よし、はいはいはい、10ラウンド、すごい、振り分けも天才、そうなんですよ、あー、稼げた、10ラウンド、よっしゃー、はい、全然負けてる、どれなんだ、パチンコってさ、はい、ライブ通常って暇じゃない、うん、無になるじゃん、うん、なる、な、何してる、あ、なんか妄想してるよ、あ、なんか例えばさ、うん、本当に中二病みたいな、もうこれを打ったとしたら、うんうん、私にイマジンブレーカーがあったらとか、あ、なんか私だったらどのキャラになって誰とくっつこうかなとか、そういう妄想してる、なるほどね、うん、私なんかひたすら出てくる文字読んでる、え、いや、そっちの方が疲れない、あ、そう、なんか違うことに集中したいんで、こういうのを全部読んでみたりとか、あとこのさ、上にいっぱい字書いてあるじゃん、うん、とか、いや、そっちのが疲れる、疲れる、あと貼ってあるシール読んでみるとかさ、こういうの、あ、こっちの右側とかさ、こういうの見たことなくない、いや、ない、全然ない、あー、すごい、角川番号ついてんだこれとかさ、全然、めちゃくちゃ暇じゃん、あ、そうそうそうなのよ、だから NYK ってなんだろうなみたいな、全然気にしたことない、NYK って何だろうみたいな、いや、こんなにシール貼ってあることも今気づいたくらいでこんなシール貼ってたっけ、だこうやってなんか気を紛らわせて知らん間に当たってるみたいな、あーあ、ジャグラーでいうよそ見がもう的な感じってこと、そうマジか、お娘よ、いや、私の脳みそが疲れる、おそらくじゃあ NYK は何でしょう、日本 Y やさぐれ日本やさぐれキッズそんなシール貼らんね違います、違うの何なの、お世話になってるからあんまり変なこと言わない方がいいよいや、ほんと綺麗にここで隠れてるんだよ、うん、覗いてごらんよ、日本遊戯機構、遊戯機工業組合さ、さま、あ、違う、あ、日本遊戯工業組合まあ、ですけどね難しいあれ多いよね、パチンコのさ、難しいよ、歩通橋とかさ、本当に、あとどこ知ってる、パチンコに関わる会社、会社というか集まりみたいな、集まり、歩通橋みたいな、あ、あれなんだっけ、リカバリーなんちゃらってリカバリーネットワーク、うん、それそれえ、もう一個あるよ、え、もう一回何個ある、あ、このシール近い、このシールが近い、この NYK っぽいやつ、あ、ダメだ、もう、あ、だって NHK が頭から離れない、いや、そう、私も最初これ見た時になんで NHK のシール貼ってあるんだろうって思ってそっから考えたよ、いや、これ日本素だ、いや、詳しいね、日遊
日本遊戯連盟とかある。あー遊戯あーもう連合惜しい。組合日遊会惜しい。日遊革命革命した協会え日遊協会日遊え協会合ってる。うん合ってるけど、なんだろう、もっとなんか言いやすい感じにしてた。日遊協日遊協そう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 。いつもお世話になっております。ありがたい感謝しております。日遊協さんがパチンコの健全化を図ってる。宣伝系とか広告系は日遊協さんじゃないかな。盛り上げようとしてくださっている。そう協力します心からそうしましょうそうしましょう。どうなったらでも余裕移動しようか、ね、私今386ってことは230かあ、バカボン空いてない。移動空いてる空いてる空いてる。移動しますか。じゃあ移動しますか。ね、ラスちゃんラスちゃん。はい、移動しました。はい打ちましょうか。打ちましょう。新天才バカボン神スペックでございます。はい大当たり確率が 319.7 分の1。はい、まあ、2段階突破というか最初核変 ST 取ってそこからまた 33% を取ればもう1段階上に行けます。継続率が高い方ね。そうなんだね。最初42回だからなかなか厳しいよね、うん、64% とかだけが継続率約 65% みたいな。 33% さえ引ければ70回まで増える。はいで超早い早いね。 SD 中が超早い。気づいたら終わってる。確かにでも面白いんだよね。そうなんだかんだ言ってとりあえず 75% で ST には入るから、うん、そこでそこね。75% でかいでかいでかい。あとなんか行き過ぎると出会い編までも、うん、え出会い編出会い編、うん、あ出会うところから。そうあなるほどなるほど。だからどうしようっていきなりなんか、うん、ゴミ捨て場に落ちてる人がいて。ゴミ捨て場に落ちてる人がいる、うん、でその人をなんか、まあ、酔っ払ったりとかなんか、ねなるほどね、落ちてて、うん、あってこう介護したらすげえどっかの御曹司だったとかってないかなとかすげえ玉のこし二次元な投稿ばっかし。そうしないとやってられないんだよねこっちは。まあまあそうね。はい。だってどこで出会うの。本当どこで出会うの。いや本当どこで出会ってんのみんな。うん。びっくりする。パチンコ屋さんって一番ナンパがないスポットじゃない？うん、まあそうか。うん、ホールデインしてた時は。ああった？あるある声かけられたりは。マジで？あったよ。アドレス渡されたりとか。やだ。青春。青春。超青春じゃん。青春ではなかろう。いやでも本当常連さんでいいなと思ってる人がいたのよ。うん怒られるかなこの。いや怒られるかな。常連さんでいいなと思ってる人がいて、うん、でもやっぱお店じゃん受け取れないじゃん、うん、なんだけどたまたま、うん、そのバイト先の最寄りの駅で会って、うん、でいつも来られますよねみたいな話して、うん、そこでメアドを交換したの。あでもそれもバレてないんだ。バレました。あバレたの。はいしっかり付き合ったんでバレました。あなるほどねあママどっか行った。はいママお出かけしました。あ嘘ママまだ帰ってこない。どうしてこのまま帰ってこなかったら。ママママ帰ってこなくなっちゃったらさ。あつあつちゃんとしたママなんだから。じゃんけん対決ですか。あーすごく寒い。ええー、はいプチュン。え
ブーカーフラッシュ赤40%ちょっともらったでしょ。方向してる方向してる、やばいやばい、ありがとうございます。早っ、やったー、やっぱもう音に限るよな。妄想どころかなんか思い出話しただけじゃない今。なんか甘酸っぱい思い出ですみたいな。やだ使われちゃう。やめてくれる、あのさ妄想にリア充入ってこられると困っちゃうんですよ。ごめんごめん、ネタにしてごめんね。爆発しろ、爆発しろ、やばくない。でもダメだ、今日ノリだから。あ、そうだよ、うん、お願いします。こすってこすって。いやでもよく当てたね、本当本当あっという間だからなこれ、うん、あと20回しかないから。あー早い、こいこいこい、あー早い早い。昔の恋バナしたら当たる説あるかな。私あんまり語れる恋バナないんだよな。え、言うてでも高校とかさ中学とかあるでしょ。もうあれぐらい、なんかブラックメールされたことぐらい。昔流行ったじゃん、なんかブラックメール、なんか多分友達の携帯借りたんじゃない。うん、なんかいきなりすいませんみたいな。彼氏に、彼氏に、あもうそいつって分かったから、その瞬間そいつの人のあれにそんな最低なことする人とは付き合っていけませんってそのままお別れ。金、ほら慰めの金、あ金が刺さった、ほら、そんな悲しい恋バナでも。しかも私結構ふてくされて喋ってたよ、なんかブラックメールされて、そんな使われちゃう、使われちゃう、使われちゃうのかな。ちょっと待って、すごい。本当はやだ、お腹痛い、面白すぎる。入れてるよ、ね、いや本当だ、ね、一緒に ST やろうよ、やりたい。ガチガチよ、まあ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 、まあ、ここからここから、うん、ああだけどそう75しか引ける気がせん、マジで75しか引ける気しかせん、引ける気しかせん、ちょっと動揺してる。はい、下から来い、あ、上からは通常か、押さない、おいしょ、マジか、やだ、残り20回まで待ってていい、うん、残り20回まで待ってる、先に当たったら5名か、あ当たったらもう行ってね、とりあえず20までか、いやその前に、うん、行って、ほんと頑張ります。駆け抜けだけは嫌だから、どっちかが続けばまだ、そうね、ダメージ少ない、いやほんと早いんだよな、早い早い、せめて天杯になってほしい。ふぅやれ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 、よし行こうか、行ける、うん、いいよ、せーの、いけるよ、いや、いけてほしい、ちょっともう回した、えぇ、早っ早っ、1回、なるほど、1号、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。今日
今日もたくさん笑わせていただいてもう今日もどこ伝わるっていうのわかんないですけども、なんね、うまくね、あのよく見えるようにしてください。笑いすぎて腹が痛い私も途中なんか涙出てた、出てたもん、本当に笑いながら面白かったんだけど、まあ、終始の方は面白くない展開で、本当に、2人合わせて、まあ、ノリだったんで2人合わせて23,500円投資、はい、回収ゼロということで、はい、お疲れ。あとこれなんかおかしいよね、結構やれたんだけど。そうだね、うん、でもまあ2人で23,000円で1日遊べたって思ったら、まあ、そうなんだけど、ね、ミドルしか売ってないよ、しかもだって。確かに。だがしかし、私はシークレットミッションございました。やっぱね、なんかさ、うん、あるんだろうなって思ったんだけどでも全然なんか分かんなかった本当に、うん、誘導してた。めちゃくちゃしてたのもうね、マジで難しかった本当に。マジであなたたち私ね、そう、前回がサンキューだったから、うん、絶対それはないと思ってめちゃくちゃサンキュー言ってた言ってただって今日3つあったんだよ。え、3つもあったの。そう、3つ言わせなきゃいけなくて、うん、え、1個でもわかる。なんか、え、全然わかんない。え、なんか違和感なかったよ、何も。本当に、うん、いや、もう天才かもしれない。正解見せるね。今日の裏ミッションこちら。あ、だからしつこかったのなんかさ、あ、なるほどね、だからしつこかったんだ。いや、これは無理よ、マジで。普段はさ、ちょっとしたらさ、なんとかだよ、正解これだよとかって言ってくれそうなものなのに、結構でもなんか言わそうとするんじゃんってちょっと思った。え、今日なんかケチじゃないと思って、正解すぐ教えてくんないとか思って。いや、そう、あ、もうここはもう違和感なくパッと言ってくれたから、うん、いや、もうこれがマジで大変だった。私もご飯中ずっとどうやって振ろうかなみたいな。全然ラーメン食べながらもうずっとこればっかり考えてた。え、なんでこれだったの本当に。いや、だから一番の不安は知らないことを一番不安だったの。うん、でしょうよ、そんなの。あの専門家、専門家難しかったわ。でも、もう本当しつこいなってちょっと思う執念だね。いや、すごいね。いや、でもクリアしましたね、うん、素晴らしいやった。え、マジくれるんですか。あ、くれるんだ。私も、あれ、やった。え、やった。私もらえないと思ってた、このサンプルね。サンプルというか、もう実物。うん、あ、やったやったラッキーじゃ、私今日超ラッキーもう本日は、はい、そうね、残念ながらマイナス、はい、ミッションも達成ならず、はい、私の時いつも達成して、いや、ほんと、あ、そこで強く言っちゃダメそこでそんな強く上から乗っかんなくていいのほんと逆に、あ、大丈夫だよ、来てくれてるだけでとかさ、うん、大丈夫だよ、ありがとう。嘘でも、いるだけで面白い。うるさいなそれフォロミーヤの時はあの漫才会トークしかしてないぐらいの感じでしたけども、ね、もしね、よろしければチャンネル登録と高評価いただければなんて思います。よろしくお願いします、はい、でまた次回お会いしましょう。さよなら。あ、間違えた、忘れてた、うんうん、忘れてた、プレゼントありますよ、皆さん。さよならじゃないよ、待って続けるんだね、うん、さよならじゃないわ、忘れてた。プロだね。ですね、プレゼントございます。今回は私の T シャツ3名様と、これタオルね、シューマイあげられない、これを9名様にプレゼントがございますので、概要欄から応募してください。お願いします。はい、ここまででお仕事終わりです。はいやっと全部終わった今日多いんだよね。いや疲れただろうね、本当に、うん、ミッションも言わせて大変でした。いいでした、ありがとうございました。ありがとうございました。最後まで、また次回お会いしましょう。